市,原市長小入常治です令和5年度第8回市原市長定例記者会見にお集まりいただきありがとうございます。今回の定例記者会見が今年度最後の開催となりますのでどうぞよろしくお願いいたします。さて先月26日から28日の3日間において開催した学びのイベントエンジン 01in 市原は市民のみならず県外からも参加をいただき 1> 約1万2千人を集め無事閉幕いたしました100人を超える一流の文化人知識人によるさまざまな講座やシンポジウム街中講座野学などあっという間の充実した3日間でした私は子どもから大人まですべての人が学び続け夢を叶えられる市原市であるようこれからも魅力あふれる街づくりを目指してまいります そして来月23日にはいよいよ100年後芸術祭内房総アートフェスのメインとなる作品展示を開始いたします本芸術祭は本師がこれまで取り組んできたアートミックスを発展させた形となり内房総五市の広域連携により開催する初の試みとなります100年後を見据えアートを通じて新たな価値観を創造し未来に残していけるような 芸術祭にしししてままいいりますす。ので、引き続き続よろしくお願いいたします本日の会見ではウェルビーイングの高い町の実現へ実行計画令和6年度版案および令和6年度当初予算案を決定など4件をご紹介いたします。 市原市総合計画実行計画令和6年度版案及び令和6年度当初予算案についてご説明いたします最初に実行計画令和6年度版案についてご説明申し上げます令和6年度版の実行計画案は市政施行60周年を迎えた本市が新たな未来へ一歩を踏み出すダイナミックな施策やウェルビーイングな まちづくりに向けた施策を中心に取りまとめましたまず実行計画は市原市総合計画に掲げる施策を展開するための具体的な事業を示した計画で令和6年度から8年度までの3年間を計画期間としていますまた持続可能な未来への挑戦などの5つを重点的取り組み事項として計画を取りまとめました 全体事業費については、市民一人一人が幸せを実感できる町の実現を目指した施策の展開により、来年度から策定を開始する新たな総合計画でのさらなる進化へとつながるよう、真に必要な事業の採択を行った結果、全体事業費は過去最大となりました。次に令和6年度当初者案の概要を説明いたします。 実行計画の実施に向けた令和6年度当初予算の規模ですが、一般会計は1,164億5,000万円とし、前年度に比べ82億円、率にして7.6%の増となります。また、特別会計・企業会計を合わせた総予算額は1,929億620万円となり、前年度当初予算に比べ、 115億 4, 万円率にししての増となりました次に予算規模につきまして一般会計当初予算は6年連続で過去最大を更新し3年連続1000億円を超える規模となりました令和6年度当初予算案は各種施策の一層の推進を図った積極予算とするとともに これからのャ原の発展に向け、今後の財政需要にも確実に応えるため、基金の確保など、財政の健全性も維持した編成といたしました。以上が令和6年度当初予算案の概要であります。 令和6年度にに向けたた行政組織機構改革についいてご説明いたします変革と創造の基本理念のもと限りある人的財政的資源を効果的に活用し真に必要な事業を実施するため行政組織機構改革を実施し積極的な食品配置を行います初めに令和6年度版の実行計画案における 重点的取り組み事項の推進体制の整備についてです。括弧1の子ども真ん中社会の実現に向けては、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的な相談支援を強化するため、改正児童福祉法に基づく子ども家庭センターを設置します。また、発達支援に係る地域支援機能および療育相談機能を拡充するため、 こども未来館に発達支援センター地域支援室を新設しますさらに子ども・子育て世帯へのきめ細かな支援を実施するため保育士等の増員を行うとともに会計年度任用職員や民間事業者の積極的な活用を図ります括弧二2の持続可能な未来への挑戦についてはご意識 および八幡塾駅周辺における拠点形成を具現化するため、拠点形成課に区画整理推進係を新設します。また、新たな総合計画の策定に取り組むため、総合計画推進課の職員を増員します。続いて、行財政経営のさらなる強化についてご説明いたします。1の 事務執行体制の再構築については生産性の高い工事執行体制を整えるため公共施設の耐震化工事に関する事務を建築施設化へ一元化しますまた高齢者が健康で自分らしく生活できる支援体制を整えるため国民健康保険課特定健診係を保健センターへ移管し高齢者の保険事業と 介護予防事業を一体的に推進します。そして2点目として、職員の定年引き上げ等に伴い、人的資源の効果的な活用のため、シニア職員が有する知識、経験の活用を推進します。そのほかにも、事業の進捗や社会情勢の変化などに合わせ、適切な組織対応を図ってまいります。これらの実施により 令和6年度の組織数は、対前年度比で1係相当減の16部、95課、269係相当、職員数は2070名を予定しております。鴨地区における新たな交通モードとして導入する鴨デマンド、 ふるさと便の実証運行の開始について、ご説明いたします。今回の取り組みは、地域の負担軽減を図り。持続可能な地域交通とするため。運営主体を、地域から。タクシー事業者へと変更した。新たな形のデマンドタクシーのスタートを目指すものです。実証運行の期間は。令和六年三月十八日から。令和七年三月三十一日までで。 祝日や年末年始等を除く月曜日と金曜日に加茂地区にお住まいで利用者登録をされた方がご利用いただけます運行は利用者の自宅とアンケートにより要望の多かった医療機関やスーパーなどのあらかじめ設定された目的地の間で行い行き帰り各4便を設定しています利用料金は出発地と 目的地に応じて設定しており、区域の広い鴨茂地区において、生活交通として日常的に利用していただけるよう、上限を1500円としました。複数人が同じ便を予約・利用した場合は、1人当たりの運賃を半額といたします。運行事業者は、有限会社、ウルイドタクシーと、牛久タクシー株式会社の2社で、 従来のデマンドタクシー制度で課題となっていた地域の事務負担等の軽減を図るため運営主体を変更した新たな取り組みとなりますさらに利便性の向上や今後の他地区への展開も見据え一括予約センターを有限会社ウルイドタクシー内に設置いたしますなお実証運行を開始に先立ち3月16日 午前十時から、貨物署において出発式を実施いたします。市原市ゼロカーボンシティ宣言の表明についてご説明いたします。市では、カーボンニュートラルの実現と地域経済の持続的発展の両立を成し遂げるため、新たな市原市地球温暖化対策、 実行計画を令和六年四月からスタートしますそこで次世代に豊かな自然環境を継承し持続可能な街を実現するため市原市ゼロカーボンシティ宣言を表明しますそれではここで宣言を読み上げさせていただきます市原市ゼロカーボンシティ宣言私たちの町市原は養老側が育んだ 清くな大地遠浅の海がもたらす自然の恵みに包まれ古代から上総の国の中心地として栄え人々が暮らし文化を築いてきました昭和30年代からは石油化学工業をはじめとする大手企業が多数進出し本市発展の礎である全国屈指の石油化学コンビナート地帯が形成され 自然と産業が調和した工業都市として着実に発展を遂げてきました近年地球温暖化がもたらす気候変動により世界各地で気象災害が発生しており本市においても台風や線状降水帯による集中豪雨災害級の猛暑など自然や人々の暮らしにすでに影響が現れており 地球温暖化対策が急務となっています産業とともに発展してきた本市だからこそ資源循環型の経済構造への転換を図るなどカーボンニュートラルの実現と地域経済の持続的発展の両立を必ずやなし遂げなければなりません次世代に豊かな自然環境を継承し持続可能な街を実現するため市民事業者 市が総力を挙げてサーキュラーエコノミーの市原モデルの創造をはじめとする地球温暖化対策を推進し2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティに挑戦します令和6年2月13日市原市長小出常事ここでゼロカーボンシティ実現に向けての取り組みをいくつかご紹介いたします まず日本有数のコンビナートを要する本市ならではの市民事業者市が一体となって取り組む循環型経済モデルの創造に挑戦しますさらにごみ発電余剰電力の自己託装や PPA による太陽光発電設備等の導入を市が率先して実施するとともに令和6年度予算において住宅用事業者用 設備等脱炭素化促進補助金で太陽光発電設備等の導入を支援します温室効果ガスの排出量の大部分を占める産業部分では臨海部企業等の事業者間の連携に向けた支援を行いますあらゆる施策を市民・事業者・市が総力を挙げて展開することで地球温暖化対策を推進し ゼロカーボンシティに挑戦します